私も行ってまいりました。ところが富士山のふもとで研修というと地獄の特訓ということが話題になったことがあるんですけども、駅前で大きな声で歌わされるとか、それから夜の夜中にこう内緒を歩かされるとかね、まあ、そういうことを話題になった時期があるんですけども、そこまでいかないかもしれないけども、それに近いものがあるのかなと、まあ、それがちょっと心配で、もうずっとそれ頭の中からこうどっかで何かそんなのが出てくるんじゃないかと、思って過ごしてたんですけどね、まあ、そういうこともなくて、本当に心の中でいろんな講師の方がお話しされたんですけども、気持ちをこうさらってくれるというか、そういう研修でした。で、したことは普段はちょっと私新しいことをこうやってるもんですから、いつも初対面の人に会うとか初めての場面に遭遇するとか、そういうことが結構今この年でも多いんですね。でそういう関係でこういつも真正面といいますか、前ばっかり向いてるもんですから、ふと自分を振り返させられるとかね、これでいいのかなとかっていうね、やっぱり自分今やってることが、なんて言いますか、誰のためにとか何のために、一番今自分大事なものは何だろうということをすごく考えさせられました。ただ今、まあ、それからわずかしか経ってないんですけどもね、思いは今はまだあるんですけども、ちょっと、それが少し薄くなってるかなというふうに思ったので、今日こういうふうにしてもう一回反省させられる、もう一回思い起こして、またそれを新たに、一日の振り返りをしっかりこうやって次の日に迎えたいというふうに思いました。まあ、そういう機会を与えていただいた、今回の富士研、本当に素晴らしいところです。そんなところで、私の体験発表とさせていただきます。ありがとうございました。